眠い。ありがはやくまありがとう。のんたぬありがはやくまありがとう。眠いな。ありがちゅう。眠いよ。半分寝てますから。今日土曜日じゃん。
朝は鈴木さん見えないんです。ご飯食べよう。世の中は連休なのか2日目なのか。まだ寝てない。このまま寝たら一日が終わってしまう。絶対起きるの夜。結婚したい。いやいや。朝ごはんのラーメン、いや全然罪じゃない。逆にお腹に入るのが不安。朝ごはんは0キロカロリーだから。はいはいや、眠いわ。いただきます。私も朝ごはんに二郎系のラーメン食べたことあるわ。でもこんな朝じゃなかった。そもそも起きたのが。ねえ、会いたいね。こんな朝に食べたことはない。一日中どこでもいいよって言われたらどこ行く？全部を出してくれるってこと？全部もう、あ、その行った先で使う分も出してもらえるってなったら買い物。買い物に行く。もう好き放題買わせてもらう。任せて。ショッピングは特技。こっからここまで全部。うん。1億円使う。うん、ハイブランドのお店全部回るわ。もう家も買っちゃう。もはや地球買い取るわ。
おもろい。もうダメ、朝ごはん食べるのが一番大変。今ね、今くしゃみ出そう。あ、くしゃみしてた？無意識だった。ちょっと業務連絡返してたらくしゃみしてた。なんかすごいさ、朝配信するから朝強いと思われがちなんだけど、全くもって、もはやもう寝起きの機嫌鬼悪いですから、私超機嫌悪い。超寝起き悪い、機嫌が、もう話しかけたら終わりよ。私基本朝風呂なんですけど、基本ね、日によるけど、これの寝起き目覚めるために朝風呂。
風呂入んないともう多分私配信できない。配信朝風呂しててこんなに眠そうだから多分配信しても寝てるよ私。朝風呂ってお風呂は入んない。あ、朝しょ？湯船は浸かりたい時は夜浸かる。で朝もシャワーする。朝シャンはねマジでね 目を覚ますために入る。朝湯船なんか使ったら寝ちゃうよ湯船で。ジロタンさんおはよう。来たか妖精。あ、戦うか遊ぶか。構えた。これ白い多少に挨拶しておはようって。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。眠いわね。眠いわね。回してみ見ていただきましたか。回して TV どうだった。
可愛かった、ありがとうございます。それはどうも。キーボード、弾いてた？スイーツじわじわ。ディズニーシーからだって。いいな。私も行きたい。暴れてはるますわ。朝からご苦労様です、すぎる。なんだろう、どう開けるのがこれ。あかわいい。メイクしたいんだよね。
振っていこう。ちょっと大きいかな。総理に時間待ちだって、やば。ちょっと大きいかな。細長と横長のサンタさんなんだけど、え、なんか絶対さ同じじゃないよね。細長と横長なんだけど、これねえ、ちょっと待って。メイクしよう。これが頑張って仲良くなろうと試みてはいる。嘘やん。
ました。今何分？34分。荒ぶってますね。あよ、メイクするか迷ってた。どうしようみたいな、どうしようかな的な気持ち。ゆっくりじゃないよ、時間キツキツだよ、もう時間やばいよ。どうしよう。かにゃん。どうしようかにゃ。ちょっとでかい、もしかして敵が。
メイクしたい気持ちなきにしもあらず、まったりしたい気持ちもなきにしもあらず、困っちゃうよ。あげるよ。はい。可愛いのか。そっか。敵怖いよね。敵だもんね。怖いよね。これもこれダメ？この敵はこれもダメ？ダメみたい。泣き泣き。いや。メイク。しよっかな。でも時間がめっちゃないから。もう高速メイクとかのレベルじゃないんですけど、大丈夫そう？もう高速じゃない。え、大丈夫そう？あなたそれはダメって何回も言ってるでしょ。仲間になったか？敵が。同じコーナー遊んでる時間ないんですけどね。ちょっと置いとくので遊んでもらってもいいですかね。15分でメイクできたことないのね、今まで。17分なの最短で。え、ちょっと15分目指すわ。見てて。見てて、まあ見ててって。
メイクするメリットをお話ししながら、じゃあメイクするメリットは、まあ移動中はあれですけど、マスクをしないで済む。人がいっぱいいるところもあれですけど、それダメって言ってますやんか。もう一つは、ダメだ、無理だ。もう一つは気分を上げる。進まないです。いや、頑張る。ちょっと待って、ティッシュがめくれない。時間ロス。やばい。こういう時は冷静になるのが一番。ほら。よし。しないメリットは、でもなんかそれがいいってわけでもないんだけど、肌を休められる。でも私はメイクした日の方がなんか夜の肌、メイク落とした後の肌の治安とかいい時がたまにある。なんか日によるからあれなんですけど、わかる？そう、そうなの。もう顔膨れ叩き込んじゃうんだから。なんか結構マスクすると蒸れちゃうじゃん。私はどっちかっていうと乾燥してた方が肌の治安が、まあ、いい方向に進みます。だからマスクはもうとりあえずダメってことですね。コンシーラーは、ちょっとやって。マスクしたらもうね、メイク終わりよ。ちょっと、それはダメだよ。
ばい、片手でメイクしながら片手で遊んでる。すごっ、私すごっ。はい、次。このね、眉毛ティントはね、やってるのとやってないでメイク時間がだいぶ変わるんですけど、今はちょっとなんか眉ティントがなくなっちゃって迷子、家出したのでないのでやってないんですけど、本当はやってた方がいいです。はい、ちょっとちょっとちょっと、こっちですけど、片手で遊びながらのメイクという。ちょっとちょっと。ちょっと。はい。はい。無理だ。私の負けね。やばい、今何分？え、あと8分あるよ。いける気がしてきた。それダメってもう100回くらい言ってるじゃないですか。どうしたら聞いてくれますか、私の願い。泣いちゃう。鈴木ちゃん泣いちゃうよ。見抜きもしないこれに。悲しいな。本当はもうちょっと早く終わりたい。なぜかというと、髪の毛をやらなきゃいけないことを思い出したからだ。これは興味ない感じですか？ビューラービューラー。はい、次アイラインに入ります。いい感じです。
よし、マスカラ下地を塗ります。ちょっとちょっとちょっと、チークを塗ります。もうニキビパッチの上から普通に塗ります。私はニキビパッチももうあのほっぺみたいな気持ちで塗ります。はい、え、何、クリスマス大好きだよ。クリスマスはね本当に幸せを感じるよね。マスカラを塗ります。何？はい。もしかして天才かもしてるかも。終わった瞬間、次のクリスマスのことしか考えてない。本当にね、海外のクリスマスに行ってみたいんです。え、メイク終わったんだが、天才？もしかして、もしかして天才？続きまして、コテの電源を入れまして、髪の毛を軽く、今はレイヤー入れてるんでもう軽くワンカールでセットできちゃうので楽だね。この間にお荷物の方を準備してまいりたいと思います。痛いです。待って、やだ、パウダー逆さまに落としたんだけど、やだけどわからないや、白くて。まあいっか、していきます。荷物を、私は詰め放題って呼んでるんですけど、ね、詰め詰めしていくんですよ中にね。
TikTok で学んだ。ちょっと前をに傾けてやると巻きやすいっていうのを信じてみます。いきます。すいませんね、朝いつもドタバタでもうコメントを拾う余裕はなくて、あ、見てはいると思います。配信してくれるだけで本当にそれは良かった。でも私も結構配信っていうかに助けられることとかある。なんか全然誰とかじゃなくて、夜寝れない時とか TikTok ライブとかこう自動で回ってくるおすすめのやつとか見たり、最近スイカゲームばっか出てくる追加ゲームばかり見てるけど、を見ながら寝るっていう。確かに生存確認ですね。よし。前髪はどうしよっかな。やっぱり切りすぎてたんですよ前髪。この間分けたらめちゃ短かった。ギリオン眉。いや、オンではない、眉毛のと同じみたいな、眉毛だねみたいな感じだった。4分タイムリミットまでなんとあと3分です。え、生きてるの天才かも。昨日インスタ更新した美容室の レミーさんにずっと前からお世話になってるんですよ。実はもう何年だろう、レミーさん自体はね、ノイミー入る前から通ってたのでめっちゃ長い。途中で担当の方が変わって、でもそれでももう4年とか。やばーい。天
天才かも。前髪が短いからもう巻かなくても熱通すだけでなんとかなっちゃうっていう。オキン。いけない時間になっちゃったよ。ということで今日も終わろうと思います。ありがとう。ちょっとギフト全然見れてなかったんだけど流れてないかな。13位ケイティありがとぺこり、12位サギありがとぺこり、11位ブチヨありがとぺこり。そういえば私メイクしてるんだ、見えないんだよね。10位ゴーヒありがとぺこり、9位リキタありがとぺこり、8位アイデンありがとぺこり、7位ユトありがとぺこり、6位タカヒロありがとぺこり、5位リオありがとぺこり、4位ウッチャありがとぺこり、3位リオピありがとぺこり、2位モンタナありがとぺこり、1位ユウスケありがとぺこり。ありがとう。今日は土曜日みたいですよ。間に合った、なんだかんだってことで今日も元気に頑張ろう。ありがとう付き合ってくれて。いってらっしゃい、おやすみなさーん。